どうもこんばんは、トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回ご紹介しましたこちら Redmi Note 10T を使ってゲーム検証をしていきたいと思います。ゲームなんですけど、エントリー機種なのでパズドラとですね、モンストとプロセカをやっていきたいと思います。じゃあまずですね、パズドラの方をやっていきたいと思います。一応ですね、こちらの方、左上に画面のリフレッシュレートは表示してありますけど、実際のフレームレートの方はですね、こちらの、ちょっと見にくくて申し訳ないですけど、こちらの方で表示していきたいと思います。ここですね。今 90fps って書いてますけど、こちらはまあリフレッシュレートの設定で、実際のフレームレートはこちらの 30fps って形になってます。こちらのグラフがですね、経過で、実際の画面の描画を送れると、この30が落ちていくという形になります。じゃあやっていきたいと思います。基本的にはゲームに関してはゲームターボオンというような設定になっております。じゃあパズドラの方ですね、やってみたいと思います。なんかじゃあこれもしかしてなんかこう、これミライト 5G と同じようになんかちょっともっさりしてるような感じがしますね。反応が、そうですね、16fps ですね、今。ちょっとこれ、ゲームの最適化が進んでない可能性ありますね。今、60。なんかちょっと反応が、こんな感じなのかな。ちょっと何も考えずに動かしてるだけですけど。今、28fps。ちょっとですね、パズドラなんかもっさりしてる感じがあるので、こちらですね、Mi 11 Pro Plus の方でちょっと動かしてみたいと思います。どんな感じなのかちょっと忘れたので、あれか早いですね、全然。こんな感じなので、こちらの方が、やっぱこれもっさりしてるダメですね。ちょっといろいろ今、設定とかいろいろ変えてやってみたんですけど、ゲームターボをオフとかオンにしてもちょっと状況変わらないので、ちょっとパズドラに関しては、今ちょっと問題があるかなと思います。これあれですね。Mi 11 Lite 5G の時もあったんですけど、もっさり現象ですね。またこの480のこの MIUI13 の組み合わせで発生してるのかなっていう感じはします。これちょっとあんまり良くないですね。明らかにこのスピードは違いますよね。はい。ちょっとパズドラの検証は以上になりますけど、ちょっと現時点では問題あるかなと思います。じゃあ次ですね、モンストの方をやっていきたいと思います。ちょっとパズドラがあの感じだとモンストも心配ですね。大丈夫かな。こちらですね。モンスター 60fps 対応してるみたいなんで、今60になってます。画面自体は90の設定ですけど、ゲーム自体は 60fps という感じですね。ちょっとやってみましょう。まあ、今43、54。大丈夫そうかな、こんな感じだと。あ、ちょっと今高すぎましたね。38、42、36。若干エフェクトの時重たいかな。52。もう30ぐらいまで落ちますね、たまに。50か。若干重たい感じもするけど、どうなんですかね。ちょっとあんまり私もモンスターやったことないので、現時点でちょっと判断がつきづらいんですけど、もう一回ちょっとやってみます。
はい、今日2回目ですね。40です。38。滑らかではありますね。まあ、FPS 見ていただけると、エフェクトかかった時はちょっと落ちてますけど、この辺の角つきがちょっと気になるかな。まあ、この辺今エフェクトありましたけど、まあまあ滑らかな方なんですかね。さっきのパズトラと比べたら全然大丈夫な感じしますけどね。ちょっと動きが気になるけど、これもう 50fps か。はい、モンストに関してはこんな感じです。じゃあ次ですね、プロスカの方をやっていきたいと思います。プロセカの方はですね、ロストワンですね、こちらのエキスパートモードをやっていきたいと思います。一応 3DMB オンですね。設定は高品質の設定になってあります。あとはまあデフォルトですね。はい、プロセカは 90fps 対応だと思うので、これでどうなるかちょっと見ていきたいと思います。ノーツの速さはデフォルトで、ちょっとこう FPS が見にくいですけど、見えますかね。今52。ああ、なぜか90になってないな。48、50ですね。結構重たいですね。変な角つきはないですけど、だいたい 40fps ぐらいで動いてる感じですね。今43。ちょっと 60fps 切ってるのはちょっと厳しいですね。見た感じもちょっとフレームレートが結構落ちてる感じします。まあ、このロストワンっていう曲でエキスパート結構重たい曲なんで、 3DMP の影響かもしれないですね。ちょっともう一回やってみますかね。 3DMP をちょっと一回オフにしてですね、やってみたいと思います。 3DMV の軽量品質の標準まで落としますか。じゃあこれでやってみたいと思います。ちょっとやっぱスマドラ480だと重たいんですかね。あ、今 90fps になりましたね。
あ、全然違う。やっぱこれ処理の問題ですね、これ。もう89ですね。あ、滑らかですね、かなり。ほぼほぼ90fps 配置付きですね。ちょっと 3DMB の高品質は重たいってことですね。まあ、軽量でやった場合は、まあ、軽量とかないっていうか、そのモードでは全然問題なさそうですね。結構すごい滑らかだな。はい、軽量モードだと全然問題ないですね。プロセカ、まあ、非常に滑らかです。 90fps いけるという感じですね。はい、以上で今回のゲーム現象になります。3つのゲームを試しましたけど、パズドラはですね、ちょっと今現時点ではいろいろ試したんですけど、このもっさりという状況を今私のところで解決できてない状況になっています。あとモンストの方はですね、これちょっと私の方はあんまりよく判断できないんですけど、まあ、変な格付きっていうのはたまにあるのかないのか微妙で、まあ、普通にプレイできるかなっていうレベルですね。で、プロセカの方は 3DMB が高品質だと、まあ、先ほど 40fps ぐらいになってしまう、まあ、エキスパートモードなんですけど、まあ、そういう状況なんですが、軽量にすれば 90fps でプレイできると、エキスパートモードですね。でもっていうところで、まあ、ちょっとこの480の性能ってところが、まあ、プロセカはそのまま出てるのかなと。ちょっと、パズドラはですね、この480の性能を活かしきれてないんじゃないかなというふうに思います。はい、ゲーム検証以上になります。実際にちょっと私の方、ゲームほとんどやってないので、実際プレイしてる方はですね、どうなのかっていうのをコメントなどいただけますと助かります。はい、それではまた。